はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の動画は、フォートナイト運営の謎のツイートを解読することにより、次のコラボスキンが判明しましたので、その紹介と考察動画になります。こちらが本日の早朝、フォートナイト公式ツイッターにてツイートされた謎の暗号、黒猫、星、カメラ。黒い猫については、皆さんもすぐに気づいたのではないでしょうか。 そう、チャプター2、シーズン4にて、パンサープラウルというランドマーク、そして、キネティックアーマーというミシック武器が登場しながら、未だにスキンが発売されていない、ブラックパンサー。昨日の考察動画にて、第2のポータル。 要するに、ゼロポイントの裂け目が登場し、そこには、マーベル、シネマティックユニバースとのコラボを連想させる、宇宙が見えていたため、ギャラクタスや、ブラックパンサーなどのスキン発売の伏線ではないかと考察していましたが、そのブラックパンサーが発売されるようです。そう考えると、この第2の裂け目が存在しているこの場所が、あの、パンサープラウルがあった場所の、すぐ、そばとなっていることとも、辻褄が合います。 問題は、この2番目の星と3番目のカメラ。マーベル関連のヒーローの中で、星といってすぐに思いつくヒーローはキャプテンアメリカではないでしょうか。胸につけられた星のマークだけではなく、ビブラニウムの盾。この盾にも大きな星が描かれており、星といえば、このキャプテンアメリカを想像する方も多いのではないでしょうか。しかし、 このキャプテンアメリカ、すでにゲーム内にスキンとして登場しているんですよね。では、この星は誰なのか実は、マーベルには星の紋章を持つヒーローがもう一人存在しています。それがこのキャプテンマーベル。キャプテンマーベルもまた、キャプテンアメリカと同じように、胸に大きな星の紋章が付けられており、星を象徴するヒーローとなっています。そして実は、 先日、マーベルコミックはアベンジャーズの37巻にて、アベンジャーズとフォートナイトをコラボしたカバーコミックを発売していたんですよね。このカバーには、フォートナイトからはブレイズ、カタリストなどの様々なスキンが登場しており、マーベルからは、ソウ、ストーム、ウルバリン、 アイアンマン、ゴーストライダー、シルバーサーファーなどのたくさんのヒーローが登場していたのですが、ここに描かれているヒーローの中で、ブラックパンサーとキャプテンマーベルの二人は、未だにコラボスキンとして登場していないんですよね。ブラックパンサーと同じく、キャプテンマーベルも、このタイミングでスキンとして発売されるのではないでしょうか。そして、三番目の暗号、カメラ。実は、たくさんのマーベルのヒーローの中に、 タスクマスターという人物が存在しており、このタスクマスターは他のマーベルのヒーローたちのようにスーパーパワーは持っていないものの一度人の動きや技を見ただけでその動きや技を完全にコピーすることができるというフォトグラフィックリフレクシズ。日本語にすると写真的反射という記憶能力を持っているんですよね。写真、すなわち写真を写すための機械。 カメラ。このフォートナイト公式ツイッターより出された3番目の暗号は写真的反射、フォトグラフィックリフレクシズの能力を持つタスクマスターを表しているのではないでしょうか。黒い猫はブラックパンサー。星は星の紋章を胸に持つキャプテンマーベル。そして最後のカメラは写真的反射の能力を持つタスクマスターを表していると考えることができます。 マーベルコラボの第2のポータルが開き、公式ツイッターで暗号が出された今、この3人のヒーローのスキンが登場すると考えて、間違いないのではないでしょうか。 はい、今回の考察いかがでしたでしょうか前回の考察では、ギャラクタスやブラックパンサーのスキンが発売されるのではないかと考察していましたが、どうやらギャラクタスではなく、ブラックパンサー、そしてブラックパンサーと共に、キャプテンマーベルとタスクマスターの2人が同時に登場するようです。 個人的にはね、結構ギャラクタスのスキンを待ち望んでいたので、ちょっと残念ですが、この一目見ただけでどんな技でもコピーできるタスクマスターの能力は大好きですので、タスクマスターが発売されるのはめっちゃ嬉しいです。よかったらね、皆さんが一体どんなマーベルのヒーローが好きなのかコメントで教えてください。 はい、最後までご視聴ありがとうございました。自分はね、こんな風なフォートナイトのストーリーなどを深く掘り下げた考察動画をね、たくさんアップしていますので、フォートナイト好きな方は、ぜひチャンネル登録、よかったらクリエイターサポートもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。